ステアー M は、オーストリアの大手重機、メーカーシュタイアーマンリヒャー社製の軍用自動拳銃である。ステアー M シリーズは、グロック社が開発した、グロック17の成功に刺激され、ステアー社で設計された。そのためか、構造も似ていて、手動セフティを有しておらず、トリガー自体がセフティを兼用する設計になっている。名称は各モデルともに、MX で統一されており、 X には各モデルの使用弾薬によって異なる数字が入る。例えば、9mm19 弾を使用するモデルは M9 と呼称される。撃発メカニズムは特殊、ダブルアクションオンリーの激震方式である。グリップフレームは軽量の強化プラスチックで作られており、スライドはスチール製、バレル、撃発メカニズムが組み込まれている。 多数の弾薬が装填できるよう、ダブルカラム方式のマガジンが採用されている。激震方式を採用した銃の特徴として、撃鉄方式の銃に比べ重心、薬質とグリップの高さ方向の距離を短く、できるという点があり、こうすることで、発射時の衝撃を、いてがいなしやすく、命中精度やストレスという面において、有利に働く。それ以前に発表された、 グロック17や同じコンセプトの S&W シグマはグリップの角度を大きくすることでグリップ位置をより重心に近づけているが M 9はこの特徴をより押し進めてグリップの親指の位置が上斜め後方に伸びるような設計となっているしかし上記の方式によってハイグリップを実現した場合手首を寝かせて射撃するというスタンスに不慣れであったり 重口の向きをしっかり意識せずに連射をすると手首が起きた状態で引き金を引いてしまうことになり結果銃弾が髪型に逸れてしまうというデメリットが指摘されている初期型 M シリーズのアンダーレールは左右に各2箇所の切り欠きがあるのみという独自規格によってデザインされていたためこの部分に装備するアクセサリーをサードパーティー製から選択する場合にはデメリットが 多かった。これは後に発表された改良型である MA1、とその小型版の SA1 では一般に広く普及しているピカティニーレールに改められている。また初期型から現行型まで一貫して、台形を基調とした非常に特徴的な形状のオープンサイトを装着しており、取扱説明書にも異常化されるなど同シリーズのアイコンにもなっている。 これは一般的なフロントサイト、リアサイトを合わせるタイプではなく、フロントサイトはピラミッド様の三角形、リアサイトの正門部分もフロントサイトに合わせた三角形で、上に行くほど開口部が細くなるという形状をしている。このデザインは標的を目線で捉える動作がそのまま、フロントリアサイトを合致させる動作へと繋がるようにと意図されている。また前後。 サイトとも弱光喧下においても確実に照準できるようトリチウムナイトサイトが標準で埋め込まれている。2003年にステアー社によって発表された現行モデル。ステアー社の独自形状アンダーレールをピカティニーレールに改めるなどの改良がなされている。ステアー M の小型版である。ただし 9mm19 段仕様と。 40S&W 段仕様のみで357、シグ仕様はラインナップされていない。MA1 の小型版でフルサイズのものに比べ全長で約 13mm、約 16mm、全高で約 7mm 小さくなっている。ありがとうございます。